ルカーベール公爵は生まれ故郷であるカルナカにもともとあった宮殿を取り壊し、サーコノスの全市民が何年も食べていけるほどの費用をかけて豪華な建築物を建てた。皆を威圧する広大な辞書に浅はかな権威主義の象徴、自己満足の記念碑を建てたのだ。公爵の愚かな行いは私が女王だった間になされたこと。でもダンウォールの人々は見て見ぬふり、銀が流通さえしていれば満足なのだ。グランドパレスに入って公爵を殺し、デレラの魂を盗む方法を探さねばならない。宮殿には公爵が暗殺者を混乱させるために用意した影武者がいる。役に立つかはわからないが、理念を洗っている友人が影武者は喫煙者だと言っていた。彼女が言うには影武者はいい人らしいから話してみるといいかもしれない。しかしアベールのような暴君のふりをするなんて実にくだらない仕事だろうな。みんな公爵に耐えてるなんて驚きね。彼には軍隊も鉱山の支配権もあるし、これまで首都からあなたの援助もあった。公爵のパーティーではみんなゆでガニを食べながら国を分割しているんだ。ダンウォールにもそんなパーティーがあった。おべっか使いが足を引っ張り合いながら私の機嫌を取るっていう。かわいそうな女王。浸水地区にある廃墟になった肉屋で寝泊まりしていたが、そこの屋上からパーティーの明かりが見えた。あなたが苦労して育ったのは知っているわ、ミーナ。私もダンウォールではよく顔を隠してぶらついた。でもそれにうんざりした時、私はいつでもタワーに戻ることができたわ。よかった。公爵を殺したら彼がデリラのために隠しているものを見つけて取ってくるんだ。終わったらボートで迎えに行くから。どうも皆様こんばんは、マヤです。デッソナード2、新しいミッションやっていきたいと思います。ポチッと。ミッション08、グランドパレス。利己的で腐敗したルカ・アベール公爵がサーコノスを支配している。公爵は王国に対してクーデターを起こした張本人でもある。グランドパレスに侵入し、アベール公爵を見つけて始末する。彼は影武者を使って暗殺者から身を守っている。デリラの魂も見つけなければ彼女は不死のままだ、っていう感じでね。このおっさんをしばきに行こうかっていう、そんな感じでしょうかね。はい、夜かな、日が沈もうとしてるんですかね。今日もまったりとね、日本酒を飲むかのごとくちびちびまったりしこしこやっていきたいと思います。はい、今日はね、エンジェルエミリー、ヒチシデータ、誰も殺さずにね、ローカオスでやっていきたいところですけれども、もしかしたらね、事故で死んじゃう可能性もありますからね。まあその時はまあ適当に行きましょう。とりあえずね、カオス度合いが上がらなければ問題ないでしょうね。はい、やっていきたいと思います。グランドパレス130メートル、ここにね向かうわけですけれど、なんか今カクってなったのは何や。ここにね向かうわけなんですけれどもね、見えるかな、これよ。ここがグランドパレス。ここに向かうわけなんですけれども、その前にね、この辺ね、いろいろと取っていくもんあるんでね。うん。今日はここかな。で、次回がグランドパレスという、そういう感じの流れになると思います。なんか船がありますね。ちょっと見てみる？誰かいとるわ。ちょっと見に行きますか。これね。なんて名前なんだ。いやいやいや、そいつは秘密だ。そいつらと取引できるのは俺だけなんだ。 OK、 敵対はしてないんでね、喋りかけても大丈夫ですよ。ちょっとね喋ってみましょう。多分無視されると思うけどな。こんにちは。ドリスコルで暮らそうとしたが、こんにちは。寒すぎるし、完全無視ですね。はい、ビールでも飲まないか。そしてね、騒がれるとまずいですからね、ちょっと寝といてもらいましょう。 OK、 よっしゃ、こっちで寝といて。あんたもね、ここでさ転がっていってさ、海の中に落ちちゃって死んでしまう可能性ありますからね。はい、ここで仲良く寝といてちょうだい。そしてこれなんか箱がある。うわー、すっごいぞ。
こいつらさ、密輸業者よ。船でね、こういう物品を運んできて、そして闇取引の店に違法な武器をね、下ろしてるんよな。そういうやつらや。うん、まあええか悪いかわからんけどね。ってことは、この中にまたいろいろお宝が眠ってるかもしれん。あら、鍵がないね。輸送船の鍵が必要。おお、さっきのやつ持ってなかったよな。ってことは、またどっかで鍵を探さないとダメなんかな。ちょっとスキャンだけしてみようか。あ、ここに地図があるね。あ、ここにやっぱ武器がいっぱいあるわ。そしてここにオーディオグラフがある。これ聞かれへんの？無理やな。うん、またじゃあ後で取りに来よう。オッケー。さあ、忍び足はっと生きてるわ。衛兵がいてますね。用心していきましょう。そしてここ魚屋さん。こんなとこ誰も買いに来おへんやろ。ちょっと眠っといて。今から元女王のエミリー様がね、この町を混乱に陥れるかもしれん。できれば混乱させたくないけどな。多分見つかってしまうでしょう。私のこのね、スキルではね。OK。よいしょ。注意。ここね。ここ、つっかえ棒してるからね。わかんないな。よし。あ、なんもないな。なんかちょろっと金になるもんがあるだけや。これだけですね。はい、ここはどんな感じかな。ここがね、グランドパレスへの入り口ですね。結構ね、ここも広いと思うんで、そこそこ時間かかると思いますけれどもね。ちょっと見ていこう。ラビナ大通り。ほら、これタバコ吸うとるで、こいつ。葉巻吸うとるで。引っ越すべきだと。ちゃんと仕事しなさい。こっちから行こうか。オッケー。うん、ちょっとタバコちゃうわ。葉巻吸いたいな。葉巻じゃないな。ちょっとね、私もタバコやめて3年ぐらいになりますけれどもね。もう今更タバコ吸いたいと思うことはないんやけど、たまにさ、あんたはいい人だな。はい。たまにちょっと煙が欲しくなるんよ。わかります？あの、タバコがニコチンとかさ、そういうの欲しいっていうのじゃなくて、ちょっとね、煙に巻かれて癒されたいみたいな、そういう欲求がたまにあるんよな。だから、葉巻か、パイプかどっちかちょっとやりたいなと思ってるんですけどね。やってる人います？葉巻は吸ったことあるんよ。タバコ吸ってる時にね。何回かプカプカやったことあるけど、葉巻じゃないわ。パイプは全く吸ったことないんでね。ちょっとパッ、うわ、ちょっと間違えた、間違えた。お間違えたけど。めっちゃ間違えた。今ね、あのリンクしようと思ったらびっくりした。喋りながらやったらこうなるからね。 OK。 なんかカクつくな。なんやこれ。まあいいか、気にせんと行きましょう。ここにね、ほら、ここに監視塔があるんよ。これに見つかったら大変なことになっちゃうからね。これ用心。 OK。 まずこいつですね。そしてボンチャームの場所だけ、あ、ここにあるわ。これ先取りに行こう。こいつね。よし、行きましょう。そう、ちょっとね、癒し目的でちょっとパイプやりたいんや。パイプでも高いんよな。あの、安物のパイプやったらあんま美味しくないらしいね。同じ葉っぱ吸うても、安いパイプと、そこそこ高いいいパイプと吸い比べたら全然味が違うらしい。だからいいパイプ欲しいんやけど、3万ぐらいするでしょ。高すぎるわ、みたいな。まあ一回買ったらね、それで、しばらく使えるでしょうからね。で、まああと葉っぱ代かかるからね。ちょっとね、たまにね、なんかちょっと、癒されたい時あるでしょ。そういう時にちょっとね、煙が欲しくなるんよな。うん。ちょっとね、チャレンジしてみよう。葉巻でもいいんやけどな。葉巻はでも吸ったことあるんで、できればパイプを吸いたい。危ない。間違えた。
間違えた。ここいてますね。どうしようかな。ここで何かを見た気がする。あれ、なんか見つかった。なんで見つかった。いっぱいいてるわ、ここ。実力を確かめてやる。よいしょ。OK。ごめんな。悪気はないんやで。ちょっとこっちで寝てもらおうか。OK。もうね、ステルスではやらないんで、見つかっても関係ないんやな。適当にちゃちゃっとあしらっていきたいと思います。結構ここもまたね、時間かかると思うからね。ちょっと急いでいった方がいいかもしれません。さてと、ここに何かありますね。はい、配達が終わって外に出たら必ず門を閉めておくように。配達ね。ああ、何？この奥に何かあるのかな。施錠中。これか。この番号を調べる必要ありますね。まあでも多分向こうから回ってこれるよな。と思うんですけどね。OK。うん、なんかちょっとカクカクするのが気になるのなんや。今までこんなことなかったのになぜだ。どうした。まあいいか。うん、このさ、まあカクカクするんがね、まあ、ゲームが原因でカクカクしてんやったらいいんやけど、なんか店ありますね。それやったらいいんやけど、ちょっとごめんな、ちょっと静かにしといて。ゲームが原因でカクカクしてんやったらいいんやけど、最近ちょっとパソコンの構成変えたからね、それが原因でカクカクしてるとなると、これまためんどくさいっていうね、ことになっちゃうから、ちょっとね、あんまりね、ものすごいカクってなったから、ああいうのあるとね、もう、ものすごい不安になっちゃうよ。で、そういう不安を抱えながらね、ゲームしてたらもうなんかすごいイライラしてくるからね。だから、ちょっと、パイプでも吹かして落ち着こうかなっていうね、そういう感じですよ。全然話つながってないけど、まあそんな、あ、ここ葉巻あるわ。あー、よし、また葉巻あったね、今ちょっとあれ見たらね、葉巻吹かしたくなるな。肺には入れへんからね、この口の中に煙を含んでね、でその吐いた煙をプカプカ味わうみたいな、そういうなんかちょっと大人な趣味もいいかもなみたいな、そんな感じなんですけど。オッケー、ここ危険やな。ちょっと待ってな。ここはこの裏側か。あ、この裏やな。で、近いとこはここ、ここ。これ取りに行こうか、じゃあね。オッケー。これ、ない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 。ああ、ちょっともう、おとなしくしといてちょうだい、頼むから。オッケー。こっちから行こうか。オッケー。入った。ここなんかあるかな。うん、まあアイテムがあるんで適当にちゃちゃっと取っていきたいと思いますけど、ここ開けとくわ。ここも開けとくわ。ここも開けとけ。中は何もないね。うん、ちょっとわあ、なんなんこれ、カクカクすんな。なんやろ、原因がわからんわ。まあいいか、ちょっとどうしようかな、やめようかな。どうしよう。これだけやっちゃおうか。うん。ふふふ。まずいな、これは。さあ、ちゃちゃっとね。なんなん、この角つきがさ、今までこんなに全くなかったのに急になりだしたからね。で、最近やったことといえば、CPU 変えたからさ。それが原因やったらもうちょっと勘弁してくれよみたいな感じになっちゃうでしょこれ。あ、アパートの鍵ここか。なるほどな。 OK。 なるほどね、こういう感じの。ちょっとややこしいな、ここも結構建物が多いからさ、入り組んでるんよな。うん、さあここは何もないね、何もないですね。ちょこっとアイテムがあった程度で、特に取っていくものはありません。 OK。 じゃあ行きましょうか。ここね、これ監視塔、これ見つかるな、危ないな。ここがね本当に危険なんでね、
霧の中で平穏にさまよい続ける。よし、そのような話を聞いたことがある。ここ行けるかな。どこに行っても霧が追いかけてくるのよ。ここでも多分見つかるんよ。OK。あ、ここ敵対者がいてるな。よいしょ。誰あんたら。敵対してますけどね。気に入らなかったよね。本当か。あの小金虫どもは敬意がないな。だから助けてあげたの。話聞いた方がいい。レンガを落としてやった。いいか、やっちゃおうか。それ以降来てないわ。寝といて。よいしょ。オッケー。さあ。あ、アパートの鍵。あ、さっきのアパートかな、もしかして。多分そうやね。彼らハウラーか。まあ寝といてちょうだい。あなたたちに別に恨みはないけどね。オッケー。ちょっとね、パイプをやりたいなっていうね。ちょっとパイプ、安いの買ったらあんまり美味しくないらしいんでね。そこそこのやつ欲しいんやけど、ちょっとね、さすがに2万円、3万円になるとね、高いよね。あ、闇取引の店あるんや、ここにね。じゃあちょっと、アップグレードと買い物したいと思います。あなたは正直で礼儀正しくコインを使ってくださると確信していますよ。OK。はいはい。適当にね、アップグレードと装備。装備は買ってない。アップグレードだけちょっとやっておきました。銃のね、リロード速度が速くなったりとかさ、そういうアップグレードを細かくできるんで、まあ地味やけどね、ようわからんけど。OK。ここにさ、ここにあるわ、ほら。これ先取りに行こう。OK。うん、やっぱカクつくな。ちょっと不安になってきた。まあいいや。オッケー。ゲームの設定とか何も変えてないんやけどな。なぜいきなりそんなことになるんだっていうね。うん。オッケー、行きましょう。この辺に本があるな。ここはこれだけかな。一応スキャンしとこう。オッケー。問題ありませんね。あ、さっきね、スナイパーエリート4購入しました。スチームでね、開発したよ。開けてくれない。暗号があったけど船の中なの。誰がいとるか。例外はない。あ、鍵持ってるね。暗号を持っていなければ何かおかしいと見出す。ボスの命令だね。スナイパーエリート買ったんよ。で、まだリリースされてないんでね、まだプレイできませんけど、プリロード終わって、まあ面白かったらまた実況したいと思うんでね。よろしければ見てください。鍵。あ、輸送船の鍵。ゲット。あ、わかったわかった。通りの門の番号は316。わかったわかった。この姉ちゃんが、さっきの船のね、密輸船の、これが、この姉ちゃんが配達してるんやな。そういうことやわ。で、今、船の鍵もらったから、ちょっと戻りましょうかね、じゃあ。あ、こっち見るわ。こっち先見して。OK。OK、OK。よしよしよし。316ね。開いた開いた。これで開いたから、ここでね、アクセスしやすくなったんよな。まあ、こっちからぐるーっと回ってくることもできるけど、こっちから近道できると。ってことで、ちょっと輸送船に戻ります。はい、来たぜ。輸送船に来ましたよ。誰もいてませんね。OK。さっきのやつらちゃんと寝てる？寝てるわ。まだ寝とるわ。OK。スナイパーエリート勝ったんよ。まあ、あのゲームも、あのシリーズやったことないんですけどね。全く。まあ、スナイパー特化のゲームってことでね。なんか人、おっと、おぉ。一人でさ、しこしこ遊べたらいいなっていうね。こういうさ、あのディストナードみたいにさ、一人でチビチビね、遊びたいなみたいな、そういうゲームが欲しいんよな。もうオンラインゲームはちょっとね、あんまり。よいしょ。おやすみ。これ下水溜まってるよな、ほら。ちょっとこの上で寝とき危ないわ。OK、気絶やな。あなたもね、これもし水が浸水してきたら死んじゃうかもしれんからな。こっちで寝ときなさい。オッケー。
さてと物色するか。うん、これやな。オーディオグラフ。計画の全部が気に入らない。潮を無視したタイミングウィンドウ、偽物の船の積み荷のリスト、それに個室のドアのパスワード。直接やった方が簡単よ。直接見つけて運ぶ。とにかく闇取引の店の合言葉はサーゴノスのワインはティビアの刑務所のよりマシだよ。バカどもめ。あ、合言葉がゲットできたんか、これでね。で、さっきの姉ちゃんがおったとこから闇取引の裏口から入ることができるんか。なるほどね。で、強盗ができるんやな。よっしゃ、じゃあ強盗しに行こうか。うん、エンジェルエミリーやけどね、この国を良くするために必要な強盗ですからね。別に私腹を肥やすために強盗するわけじゃないですから、うん、あくまでも国を変えるための必要な強盗ですっていうね、説明だけしときますわ。 OK、 こっちですな。ちょっとじゃあ戻りましょう。ここですよね。お姉ちゃん寝てるか、大丈夫か。よし、サーコノスのワインはティビアの刑務所のよりマシだ。サーコノスのワインはティビアの刑務所のよりマシだ。そしてグリストルの林業はモーリーの通風よりマシだ。よし、セキュリティ甘いな、おっさん。大丈夫か。鍵ゲット、闇取引の店の鍵。おいしょ。やばいな。うん、よし、じゃあ必要なもんもらっていきますね。これも国をね変えるためやから。もし私がね女王にね帰り咲いたら、この店ちょっとひいきにするから、ちょっと勘弁してくれみたいなね、そんな感じや。さあ、これだけかな。金ないやんか。あ、あったあったあった全然儲かってないな。そら、こんなとこで店やっても儲からんでしょうって。で、さっきの鍵がこれやな。 OKOK、 よしよし。じゃあ風邪ひかんようにな、寝とき。ってことで行くか。これやな。だから、こっちの上行ったっけ？行ってないよな。ここや。おっと、罠があるぞ。OK、解除した。ん？これか。罠があるわ。ほらほら。危ない危ない。で、何があるの？何もねえぞ。こんだけ罠、あ、あったあった、これかな。こんだけ罠張り巡らしてるけど、特に別にそんな貴重品があるわけでもなくな。これか。これ何？これ、わ、おーおーおー、びっくりした。罠か。はい、こんだけやな。よし、じゃあね、とりあえずあそこの、こっちじゃねえわ、どっちやった？監視塔。あれをさ、解除せなあかん。と、こんなとこ行けんのか。解除する必要があるんよな。これこれこれ。これがまた厄介やな。見つかるからの。まあ、この光にさえ、サーチされへんかったら問題ないんで、下から行った方がいい。下から行くとね、衛兵がいてるでしょ。で、この辺、この辺も多分バレるからな。チャンス。とりあえずこっち降りるわ。で、敵を、ここに一人いてます。あ、二人いてる。あ、結構いてるわ。やばいな。うん。よし。今チャンスやな。民間人ね。OK、民間人。おっとっと、危ない。誰かいるのか？いてません。民間人だ。シャドーウォークとかあったよな、確か。これちょっと使ってみる？全然使ってないもんね、これ。間違いない。何が起きたの？おお、ないない。うわあ。うおお。なんじゃ。ふう、とんでもない目にあったね。シャドーボーク初めて使った、初めてっていうかあんま使ったことないからね。普通に見つかるんやな、あれは。うん、
どういう風に使ったらいいかな。ちょっともう一回やってみる。せっかくやからね。せっかくこのスキル取ったけど全然使ってないからな。どうしようかな、とりあえずこっちまで行こうか。これとりあえず鬱陶しいからね。これを先に無効化したいと思います。ポチッと。はい、オッケー、これで止まった。うわっ、うわっ、うわっ、やってもうた。うわあ、れは何の音だ。誰も死んでないような。ちょっと頼むぞ。あ、大丈夫です。大丈夫。何が起きているんだって。おお、あら、シャドーウォーク使おうと思ったけど使い道なくなっちゃったな。ここになんか虫がいてますわ。これまたこっち行きましょうかね。じゃあ OK。なんか来たわ。またこいつ来たわ。こいつ殺したらあかんのよな。寝といて。無血気ですね。おお、よしよしよし。ふう、オッケー。さあ、ここは何がありますかね。あ、はははこんな感じになってるのか。ちょっとサーチだけさせてくださいね。オッケー。うん、特に何もないな。何もないですね。ここ開けとくわ。ちょっと開放的にしとかないとね、精神が病んでくる。あった、これだけ、これだけですか。えらい荒れてるな。お、ルーンか。なるほどな。これで全部取れた、もしかして。まだあるわ。あ、向こうの建物やな。オッケー、これもサクッといけるでしょう。そしてまた虫がいとるわ。クッソが、本当にね。よいしょ、オッケー、オープン。あったあった、絵があった。これか、ここはこれやな。よし、ここにも本がありますね。ダウンウォールのナイフ、そしてこんなとこに小銭があるんや。うん、取っていくでしょ。よし、ここはこんだけかな。いいですか。 OK、 じゃあ取りに行くか。あとはね、間違えた、これか、これね、こことこれね。で、衛兵が何人かいてる。あ、ちょっと待って、この上もあるよな。こっちか、こっちから。あ、いけるわ、いけるわ。ここに屋上がある。そしてここに誰かいてるか、もしかして。いとるわ、いとるわ。うん、これ何、爆発弾、何使いますか。どうしようかな。ハウリングボルト、ハウリングボルトとか使ったことないな。もうね、効果暗殺というか効果テイクダウンが一番効果的やもんな。見つかれへんしね。こんな感じで。まあ一回打てるな。なんか使えるもあるか。スタンマインをどっかこの辺に置いとく。この辺に置いとくね。で、ここにおびきをしたらいいんよな。ハウリングボルト使う。敵の注意を引きつける、ここにね。すごい爆発やな。これで来んの。来たわ。まあこんな回りくどいことする必要ないけどね。まあでも面白いね。こいつはなんで何もしてんのこれ。 OK、 よいしょ。じゃあ漁っていきますかね。これもう一回発動するんやな。 OK、 気絶で、このおっちゃんも気絶ですね。はい、死んでません。大丈夫ですわ。スキャン、何もないな。 OK。 でここにね、
ここがね光の壁になってるから、うん、まあこれをね停止させることによって光の壁は解除できる。 OK でこっちですよね、目的地は。ああ近づいてきましたね。あとはねこっちの建物、ここの建物で、ボーンチャームをね回収するだけですわ。もうそれサクッと行きましょうかね。衛兵が何人かいたよな。もう見つかってもいいけどね、もう完全に見つかっちゃってるからね。こっち行こう。おお、うん、やっぱカクつくな。あかんわこれ。ちょっとこの原因探るのにまたね今日徹夜するわけですよ。勘弁してくれよみたいな。 OK、 うん、もうサクッといっちゃおうかね。うん、もったいないな。でもねこの麻酔銃がね結構もったいないな。ここ電流走ってる？電流が走ってなかったらこの上に乗れるんやけどな。走ってないよね電流。わあかん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 わ、間違えた間違えた。もういないわ。カモン、おいた、蹴りよった蹴りよった。あぶね、よいしょ。 OK、 ふう、ここ電流流れてるんか。なんかビリビリってきたような気がしたんやけどな。まあいいや、まだいけるよね。どこじゃ、もう走っていくわ。もうあら、いてませんね。まあいてへんねやったらね出てきてくれなくていいけど。よし、じゃあルーンだけ回収しよう。ボンジャームかな。こっちにもあったの確か。ここは入れません。あら、どこまで行くんよ。おっと、ネズミが。これか。鍵ある？あ、開いた開いた。あ、どこの鍵かなこれ。どっかで鍵取ったんやろうな。よし、サクッと行くぞ。あ、こっからもグランドパレスに行けるんよ。ほらほらほらね、こっちのここここここのね、ここの下の光の壁を突破していくか、こっちからも行けますね。いろんな行き方があるみたいで。あっと、金庫が出てきたな。そしてブループリントゲットした。金庫の番号を探さなあかんよねまた。うん、それ探すのも楽しいんやけどな。ちょっとね探してみます。辺りを物色しながら探していきましょう。これじゃあ、これやこれや見てこれ、ほらわかる？写真にさ123って書いてるわ。よっしゃ、これでいけんちゃうか。12、あ、来た。さあいっぱい入ってますね。わっと、お金ゲットしたっていう。あ、ここもまだあるな。こんだけかな、ここのエリアは。こんだけっぽいですね。よし、で残るはあと一つ、ここですね。あ、これや、これ取ってねえわ。ここにボンチャームゲット。よし、じゃあ隣のビルに行きましょうか。ここはもう上なしやな。下まで行って OK。 OK、 衛兵注意、いてるかもしれません。いてないな。あとにさ、あれ何これ、死んだ。これが落ちてるってことは死んでるんか、もしかして。え？え？うーん、多分死んだんかな。さっきさ、あそこで原油タンク抜いてこっち投げたやんか。投げたっていうか落ちたやんか。そん時に爆発して死んでるんかな。ぽいな。まあいいか別にね、カオス度合いさえ上がらんかったらいいでしょう。あとはね、ここだけですよ。ここで、お、あ、いたいたいた。あら、人がいてますね。ややこしいな。3人いてるわ。
うん、ここサクッといくぞ、もう。よいしょ。おねんにしてな。あららららら。ああ、すんごいリアルな倒れ方してましたね。全員気絶。もう気絶させんでもいいけどな。もう殺しちゃったからな。オッケー。じゃあ、ここに、あ、この上か。で、ここの部屋は何があるの？ここは何もない。何もないですね。ここにちょろっとね、食べ物があるだけや。これだけや。何もないわ。絵もないよな。OK、行きましょう。で、こっち、あ、これか、これか。ここでいろいろあるわ。OK、ありがとう。絵があるな。よし、行きましょう。この上や。上に、ボンチャーム。これでもう OK やで、ここは。ここのエリアの収集物は、とりあえず OK ってことで。よし、来た。お。小銭がある。はい、こんだけかな。ここもあるな。そしてこっちの部屋には、うん、何もないね。何もありません。そしてここにボーンチャーム、最後のボーンチャームをゲットした。よし、これでグランドパレスに行けるぞ。もう心残りはないな。全部行ったよな。一応確認しとこう。 OK ですね。よし、じゃあ、あとは行くだけやけど、多分衛兵何人か死んじゃったな、これ。多分2、3人死んでると思いますけれども、まあ、あ、ここ1人いてるわ。まあ死んじゃってるけど、まあいいか。ね、こいつだけちょっとじゃあ、行けるよ。よいしょ。あっち行っとき、あっち行っとき。なんでこっち行くんの？これ気絶したね。OK。ここよ、ここ。うん、何もせえへんから家でおとなしくしときなさい。あ、こんなとこもあるんやな。こういうとこちょっと見逃しがちよね。うん、ただもうあんまりにね、神経質になってね、やりすぎるとね、しんどなってくるから。だからこれも初め非致死データでやってたやんか。だからもう殺してしまっちゃうと、あー、やっちゃった、もうまた初めからやり直さなあかんわみたいな感じになっちゃうけど、それをやっちゃうとね、もうなんかゲーム自体がね、ちょっとなんか苦痛になってくるんよな。だからまあその辺あんま気にせずにやっていきましょう。でもここに剣が転がってる時点で多分誰か死んでるよな。まあいいや。はい、ってことでグランドパレスへ行きます。 OK。はい。っていうわけでございましてね。今日はね、一旦ここで終了します。次回、グランドパレスへ行きたいと思います。マヤでした。